はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウープヌシのピヨタです。さあ今回も東方位相決やっていきたいと思います。今回はこちらですね、精霊の泉、幻想のハーモニー。すごい、なんかハーモニーっていう単語とね、この出てくる属性を見てね、ちょっと思ったんですよ。光属性は多分これレベル100だとするとあれなんですよね、騒音なんちゃら、プリズムリバー三姉妹でしたっけ、がまとまってるあいつらがいるのと、あと粘属性2人は多分つくも姉妹じゃないかな。で水が誰かわかんないんですよ。プリズムリバー三姉妹他になんかいたかなっていうね、音楽関係って思ったりはしてますけれども、今回こちら敵の属性、水が2、念が2、光1となっているので、光が一番効果力を出してくると信じて、断り属性をメインに据えたパーティーとなってはおりますが、今回、見て分かる通りメインサポーターゼロです。力押しでなんとかなるんじゃないか説、はい、どうだかはわからないっていう感じではございますけれども、このパーティーで挑んでいきたいと思います。さあどうなるか、ちょっとパーティー気になりはしますけれどもね。さあ挑んでみましょう。精霊の泉、幻想のハーモニー、難易度ルナティックスタートです。さあ本当何が出るかな、予想が合ってるかどうかもありますけれども、オッケー、これはあったね、つくも姉妹いますね。その前はこれ無限姉妹か、姉妹姉妹できますか、なるほど、これはなんか珍しいですね。珍しいし片方削りをすればいいんですけれども、それもそれで結構難しい。あんまりこのキャラクターたちってなんかつくも姉妹出てきても無限姉妹ってあんまり同時に出てくるっていう印象なかったんですよね。なんで珍しいな。とりあえず敵の能力見ていきましょう。幻月ちゃん TP 寝技威力250、全体攻撃の自分の HP 少ないほど攻撃力で、チャージ 100% の、肥沃の鳥、同盟スキル所持者戦闘で余ダメージが 50% 増加で、無月ちゃん TP 寝技が、こちら幻月ちゃんと同じく無限共鳴、威力250の全体 HP 少ないほど攻撃力で肥沃の鳥を持っていると。さあ次、ベンベンちゃん TP 一技威力250、単体攻撃の防御 20% 減少で、こちら側の攻撃速度 25% ダウンの、こちらが、属性攻撃なんで 50% エンハンスですか。でこっち八橋さんですね、TP 一技威力250の単体攻撃、自分の HP が少ないほどの攻撃力で、全体の攻撃を 25% 上昇の、属性エンハンス 50% ですか。なるほど、こう改めて見ると無限姉妹はこう肥沃の鳥のスキル持ってるんですけれども、つくも姉妹は何もこう姉妹系のものってないんですね。改めて見ると意外ですね。なんかこう2人でセットみたいなスキルを持っているキャラクターってまあまあいるんですよ。まあ簡単に言うと今ここにいる無限姉妹もそうなんですけれども、まあ他には今回連れてきているあの飛風クラブの2人とかもそうですし、あとはあれか、里舞もそうかな。そっちはちょっと微妙か、最高あんまり使ってないんでそこはちょっとはっきりはしないか。まあまあちょこちょこいるんですけれどもね、こう属性が揃ってるっていうのは運用もしやすいので、かなりね使う上ではまあ場所2つ取って、しかも片方が削れてしまうと火力が落ちてしまうんで使いどころは結構限られてはきますけれども、それでもねハマるとかなり強い無類の強さを発動してくれるキャラクターたちが多いのでね、
皆さんもよければ探してみてはどうでしょうかと。ということで、後ろにいたキャラクターを全部、和風をかけ終わったんで、次はね、マミゾウさんで前2人を飛ばせるか。ドン、ナイスアタック52,932、ナイス。さあここでフォーオブアカインドでどれぐらい効いてくれるかな。誰もいなくなるか、誰もいなくなるか、誰もいなくなる。オッケー。さあすごくない、すごくない、騒音三姉妹来たよ。おお、これはなんか予想を立ててて言うのもなんですけど嬉しいですね。逆に無限姉妹を予想できなかったのがちょっと、ちょっと心残り。騒音三姉妹、TP チャズが威力150の炸裂攻撃、自分の攻撃 10% 上昇、または、TP チャズ威力200の重裂攻撃、防御 20% 減少、またはの TP チャズ威力250単体攻撃の防御 20% 減少。まあ、TP チャズっていうところは違いますけれども、各属性とあと攻撃範囲と威力みたいな感じのがちょこちょこ変わってますね。まあそれよりも耐久が10万近い HP あるっていうのが厄介な点ですね。これ両方とも溜まってるとするとどうなってんだ。これ入れ替えたらなんとか、宇佐美さんの方がなんとかない、ワンちゃんないよね。だって順番変える前から意味ないもん。これちょっと変えたらバグってくんないかなとは思いましたけれども。さあここは魔術師メリーを使う必要はないんじゃないか。敵の能力は防ぐものはないんで防御を下げてもいいとは思いますけれども、ここは攻防速 30% 上昇させた方が早いでしょう。48,000、ナイスアタックで、こちらは速度上昇エンフォース CT の上昇はまあこれはメリーさんにかけた方がいいですかね。でCT を削る、まあ抵抗なく削れますよね。そりゃこっちはもう CT を削る役割だけを担いましょう。早いな。魔術師メリーは使わなくてもいいのでこれだけでも26,000。CT を削るべきか、それとも攻撃を上げたり、ああ敵にデバフを与える方が良さげですね。速度下げたら確実に行動阻害できますし。さあこれでおしまいかな。残り39。なんかごめんね、音楽関係の数字にまとまっちゃったね最終的に。さあ39ミクということで終わり。なんかやっぱり2人揃ってっていうのは強いですね。いるだけでバフがかかってるのと同じですからね。ということで、ステージクリアで秘伝の書が2つと口伝の書が1つゲットできました。 OK ですね。まあそこまで苦労することなくアタッカーばっかの編成でしたけど難なくいけましたね。さあということで道中の、方行きましょうか。ここからいつも通りの雑談パートとなりますので、もうブラウザバックする方はねしても大丈夫だと思います。それでは行きましょう。はい、ということで雑談パートと、は名ばかりの、まあ、活動報告みたいな感じになりますけれども、ちょっと最近ですね、最近っていうかここから、にかけてなんですけれども、そろそろ一応僕学生なんで、テスト期間が近くなってまいりましたので、休む可能性が、動画投稿をね、お休みする可能性が高くなってまいりました。その場合はいつも言っている通り、最新の動画の、ところに、YouTube 上ではお知らせを載っけておきますので、よければそちらの方を確認してください。まあ、あえて最新の動画と言っているのは動画の種類は問わないということなのでね。例えば磯鉄の動画の、お休みのお知らせが一番上にある、まあ、例えば玉璃宮だったりしますかねの、動画
性があるということですね。なので、そちらの方を踏まえて見てもらえるとと思います。はい、あとは、Twitter の方でもね、YouTube の方に上がる前から結構ラグ差はありますけれどもね、もう休むってなった瞬間から乗っけておりますので、早く情報を知りたいという方はね、よければそちらの方を見てもらえるとと思います。はい、まあどうせね夜中に上げているんで朝方とか次の日に上がったものを見るっていう方が多いとは思いますけれどもね、そういう風な感じとなっておりますので、まだ上がってないのかなと思ったりした時はよければ見てもらったらと思います。はい、ということで、もう今回終わりましょうか。こう改めて見るとエクストラリアの8もそろそろ終わりですね。早いなぁ。もはや9とか解放されてたっけって思うんですけれども、よく見ると解放されてるんですよね。なんかもうエリアが飛びすぎててはーってなってる節ありますけれども、まあこうね乗り継いでいくと9はありますけれどもね、なんか気づいたら解放されてたっていうことが多すぎて、達成感みたいなことになってますけれども、まあ、それでもね8が終わったら9みたいな感じで順番にやっていこうと思います。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。